なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？4. 夜の時間帯に思わせぶりな声が聞きたいな。メッセージで盛り上がった後に電話に切り替えると妙な達成感がある20代男性というように音声通話をねだることで手応えを感じさせる作戦です。なぜ電話？と思われぬよう先に文字のやり取りを頑張る必要はあるでしょう。5. 男性の想像力を刺激する。今からお風呂入るから待ってて。そうか風呂かといろいろ想像してしまう10代男性というように世間話の最中にお風呂で中断を申し出ると男性は想像力を膨らませてしまうようです。ただし効果を見込めるのは恋愛経験の少ない極手な男性に限られるかもしれません。 6. 身体の一部の写真を添付して暇だから撮ってみた。唇のアップとかやばいですね。20代男性というように唇やパジャマといった身体の一部をセクシーに撮って送ると男性の視線を釘付けにできるようです。ただし過激な方向にエスカレートすると後に引けないのであくまでもほのかなセクシーさを厳守しましょう。